はい、皆様、まず言わせてください。本当にありがとうございます。先日、新音ゲーとして本格始動したプロセカ。ランクももう15まで上がったな。この3日間ほどね、た指で猛練習したので、その様子を実写で流しつつお話しさせていただければと。あ、挑戦しているのは難易度マスター、レベル25の夜にかけるです。一通りいろんな楽曲の難易度マスターをプレイしてみてですね、最初にフルコン狙うなら難易度25前後で知っている曲だなってことで、こちらにしました。やっぱメロディーがちゃんとわかっている曲の方が圧倒的にやりやすいからね。で、今更なんだが動画の第一声、ありがとうは何に対し？あ、プロセカ指導動画での皆様のコメントに対してでございます。やっぱりか、めっちゃたくさんの素敵なコメント盛りだくさんだったもんね。うん、450件近くもすでにコメントいただいておりまして、そのほとんどがプロセカようこそ歓迎メッセージだったり、いろいろ有益な情報を教えてくれる、めちゃ参考になるような詳しい長文コメントだったり、それな、貴重な時間を割いてコメントを打ってくれてる、もうその事実だけで嬉しいよな、マジで。すべてありがたく読ませていただき結構返信もさせていただいたのですが、すいません、さすがに400以上、全部に返信はできておらず、ありがとうの印でハートマークは全部つけさせていただいたのでお許しを。おとげ教えて動画でコメント全部返します宣言してやばかったからな、リアル主さん、しょうがない。あれはね、めっちゃ疲れ果ててしまった。でもプロセカは返信多めで頑張っていこうと思っているのでね、ぜひぜひ、お気軽に何でもいいんでコメントくれたら嬉しいっす。てめちゃコンボ繋がってるやん500。ふふ、この3日間ほど、親指はほぼ使わないでひたすらた指プレイをし続けた結果、だいぶ慣れてきた感が出てきまして、本日撮影した映像がこちらなのですが、指、よく見てると人差し指は使ってなくて、中指と薬指でやってるな虫。そうなんですよ、なんかしっくりくるのが中指と薬指、左右で合計4本指でのプレイだったのですが、結構うまい方々のプレイ映像を見てみると、人差し指も使うのがスタンダード？ってことでですね、また質問すいません。結婚やり込んでいる皆様にお伺いしたいのですが、高難易度楽曲、親指2本じゃきついってのはよく聞くのですが、4本でもきついかしら？やっぱ臨機応変にさ、人差し指、中指、薬指、左右で合計6本の指、使うスタイルの方が良いです。まだ全然スタイル固まってはないからな、変えるなら今ってことで。ぜひ皆様の意見をお伺いできればと。ちなみに今プレイしているのはレベル25なので、特に指が足らないとかは当然感じてないです。てかもう900コンボってことは、そろそろ来ちゃうじゃないっすか。はい、主さん、プロセカでも音ゲーの洗礼を受けました。一番悲しいフルコン逃したターン。最後の最後で1ミス。コンボ途切れてフルコンを渡ちんでございます。今パタパタ落としてたのは、自分で自分の頭ポコポコしてた音。はい、グッドでもコンボ途切れるプロセカ。なのでフルコンに一番近いフルコン逃しです。こうなると、次はすぐフルコンやって思いながら、沼にはまるもあるあるなのよね。はい、まさにはまって1時間ぐらい粘り、フルコンやっとできた映像です。そしてそうだ、もう一個気になったんだけども、主がよく見る音ゲーうますぎの方がおりまして、そのお方の指を見るとさ、じゃんけんのパーみたいな感じで結構指が伸びているのよ。って言われて、主ちゃんの指を見ると、第一関節、第二関節と結構曲がっているな。そうなのよ、これは自分がやりやすいならこんなフォームで良いのかしら？それとも例えばスポーツとかだとさ、ある程度正解のフォームってあるじゃない？蹴り方、投げ方、打ち方などなど、そんな感じで音ゲーにもある程度正解のフォームはあるのかしら？それとも、やりやすい形で好き勝手に練習しちゃって良いのかしら？みたいなことをですね、結構考えちゃっている主なのでございますが、どう思います？動画では基本アホな主ちゃんでございますが、一応元英語の先生、真面目要素も、受験勉強は毎日限界突破、勢いだけで乗り切った主だけども、大学入ってから英語の勉強はかなり頑張りまして、その際にやっぱやり方って大事だなって気づいたのよね。いやそこ気づくの遅くね。なのでこの音ゲー、主真剣に上達したい、段下部では達成できなかった最高難易度レベル、フルコン達成したい、とマジで思ってますので、いろいろと考えちゃってるなうでございます。そんな迷える子羊主ちゃんにぜひ、皆様アドバイスを与えてあげてちょ。よろしくお願いいたします。あ、もちろんアドバイスとかじゃなくて、応援コメントも大好物です。コメント欄通じてプロセカで一緒に盛り上がっていってくれたら嬉しいよな。うんうん、そんな感じ。みんな、よろしくねー。それじゃああと少し、フルコンまでお付き合いいただけますと幸いです。
あ、そうだ、このプレイ映像見ていて何か気になった点とかもあればぜひぜひ指摘してくださればと。すいませんね、いろいろ聞いてばっかでね。あ、もちろん見てくれているだけでもう大感謝ですし、そもそもコメントとか辞退しないって方も多いでしょうし、自分がコメントしないことに関して何かマイナスな感情とかは持たないでね、優しい皆様。それね、それぞれが自分に合った楽しみ方で動画を見ていただけたら嬉しいよな。その通り。で、はい、うまく話もまとまったとこでフルコン達成。これが初の他指フルコンです。ってことで以上、とりあえず他指プレイの滑り出しは順調かな。プロセカ実況、2回目でした。はい、皆様どうも、アホです。アホパンダー。何今日の動画？今日は難易度ノーマルぐらいならギリ足でもフルコンいける説。ってことでマジでこれが初挑戦なバットアップル足指プレイです。いやマジでどんな企画に映像。だって、特にプレイが上手いわけじゃないから、こういうので他との違いを出そうかなと。確かに映像はある意味新鮮だが。ここで30コンボ、器用に足指を動かしているリアル主選手です。足プレイなので端末がちょいちょい動くのはご了承くださいませ。で今めっちゃ動いたし。そして50コンボ、普通にできているけん、ふふ。まあこう見えても主小学校から高校までサッカー部だったからな、ふ。サッカー部とこれできるの、絶対関係ねえ。さあちょっと早くなってきたか？じゃあ、ここで変な押し方しちゃったっぽい。ってことで再開で続き。さあ再開後1個目のノーツ、集中だぞ。冷静に対応しておりますアホパンダちゃん。ここで100コンボー。でまたやってもうた、再開だぜ。ちょい焦ったけど、なんとか繋がった。あ、一つ皆様に忠告なのですが。忠告？はい、足でプレイする際は足の裏、綺麗に拭いてプレイしましょうね。皆様足でプレイしないので大丈夫です。てか正直もっと苦戦するかと思ったのですが、予想以上に思い通りに足が動いてびっくりな主です。どんな発見だし。ここで150、そろそろフルコンが見えてきたか？じゃこのまま設立賞行くぜ。いけいけいけー。よく見たら押すとき親指を人差し指で押さえつけてるな。多分、人生で一番足の指を使ったのが今日だと思います。はい。まず日常生活で使うことないからね。足の指って。で、200コンボいっちゃいました。最後、斜めのロングノーツ危なかったが、なんとか繋がったでコンボよかった。からのラストスパートよー。押し、いけたなフルコンボ。いけちゃいました。念のため、全部ブリリアントとグレートか確認です。この上ないで来たわ。ここも足プレイ継続。はい、いけましたノーマル程度なら足でもフルコンいける設立賞だー。パンダちゃん歓喜。あ、後ろ少々散らかってて失礼。そしてこれワンチャンハードもいけるんじゃねって調子乗った結果。ハムワーハード。完全に無理ゲーだったからの。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。